今日はこの夢譚を見納めておいてください。バラありがとうございます。今日はニコ生配信ありがとうございました。髪可愛いでしょ。頑張っちゃった。ヘアアレンジ割と好き。可愛い、ありがとうございます。そう、めっちゃ暇で劇場で3時間待ちぼけだったんだけど、みんなが来るまで。バラありがとうございます。可愛いもありがとうございます。だからめっちゃヘアアレンジしてた。すごいね、メイクさんにも褒められた。ゆめちゃんそれ自分でやったみたいな。そう、今日はまあ想像はつくであろう、なんかまあ萌えゼリフと、あとなんかチョコの食べ比べみたいなのと、あとカラオケと、あとそして3期生からなんかこう愛の告白みたいな企画があって、なんかそれぞれ3期生が1人ずつ好きな先輩1人に告白するみたいなのがあって、ちょっと今日はそれだけお話ししたいんですけど、よいしょ。お星様ありがとうございます。チョコのバラとお星様ありがとうございます。私はなんとルアと萌からもらいました。嬉しい、ありがとう。二人とも見て、かわいい、かわいくない。こっちがルアでこっちが萌え、嬉しい。これみんなスクショしといて。しかもさ、見て、猫ちゃんなの、かわいい。中学生、バラありがとうございます。中学生もかわいいでしょ。これちょっと開けよう。まえちゃんの方からありがとう。まえちゃん、まえちゃんのやつ開ける。まえちゃんはやっぱり地元が一緒でみたいな、あとよくお菓子くれるからみたいな、かわいい、ありがとうございますみたいな理由で私を選んでくれたんですけど、え、本当にいつ私のこと選ぼうと思ったのみたいな聞いたんだけど、したら、いやもう、え、配信中に決めたでしょみたいな、かわいい、待って配信中に決めたでしょって言ったけど、いやもうずっとゆめさんにしようって思ってましたみたいな。まあ本当かな。待って、ごめん、綺麗に包み紙開けられないんだけど、ご自分で包んだのかな、可愛くないって言われて嬉しい。夢でも本当にもらえないと思ってた。あー、めっちゃ入ってるんだけど、よいしょ。え、かわいい、待って、見てやばい、 JK 見てJK すぎない？もうかわいい、赤ちゃんみたい、嬉しい。キノコの山作れるのとアポロ作れるのもらった、かわいい。しかもこの間もさ、なんかお洋服ありがとうございましたみたいな、お洋服私が勝手にお下がりを押し付けたんですけど、したらアポロもらって、もえちゃんアポロ好きなのかな、嬉しい、可愛すぎる。
これどこに売ってんのこれ。かわいい。これ明日作ろうかな。明日変な時間になるかもしれないけど、明日作る配信したいな。かわいい。ちょっと言ってみんな。しかもこんなにくれたんだけど。え、これ自分のお金で買ったのかな。なんかもう本当に申し訳ない。なんかさ、最初スタッフさんがチョコを用意して、それをなんかおのおの好きな先輩にあげるとかだと思ってたんだけど、本当に買ってきてくれた。なんか3期生がお店に行って、なんか好きな先輩を思い浮かべながら選んでくれたみたいな。それを今日知って本当に感激。嬉しい、ありがとう。あ、危ない。明日これ作ろう。経費じゃないの、経費であってほしい。お願いだから経費であれ。かわいいわ。見て、こんなの作れるんだって。バラありがとうございます。アポロの山作る、確かにかわいい。こんなの作れる。明日作るね。ありがとう萌え、かわいい。ちょっとじゃあ置かせていただいて。バラありがとうございます。ちょっとお返しどうしよう。なんか2人がさ、好きなものさ、リサーチしておいてもらっていいですか。何あげればいいかな、わかんない。2人何が好きかな。でも2人ともお菓子が好きなことだけは知ってる。なんて言ったって餌付け歴半年ですから。ちょっと2人の好みそれとなくリサーチしておいて、私の代わりに。続いて、ゆあの、見て、もうさ透けて見えんのよ。見てこれ、あ、ルアグミが好き。あ、そうなんだ。見て。見えてんのよ。もう見えこの、もうこれ地区会でしか見ない。これこれどこで売ってんの。本当に可愛い。もう中学生ね。あ、萌ちゃんおつまみ系の趣味の、あ、分かった。可愛すぎるよ。あ、危ない。なにこれ、え、美味しそう。今こういうお菓子好き。これ俺もと駄菓子なんですって言ってた。ありがとう。姫がお菓子好きだってなの知ってて選んでくれたんだ。私がいつも劇場でこそどろしてるの見て。やばいやばい、小学生ぶりに見た。でも、あ、見て。何これ。どうやって食べるのこれ。バラありがとうございます。やばい、もう、え、待って、めっちゃ入ってるよ。これいくらだったかな。申し訳ないわ。え、かわいい、やばい。めっちゃ入ってんだけど。わ、もうこれ、え、まあ、なんか地区会のマラソン大会参加してきたかな。え、待って、お手紙入ってる。後で読もう。ちょっとみんなには内緒。え、しかも見て、くまちゃんセンキューって書いてある。ちょっと後で読もう。かわいい、見て、こんなにいっぱい入ってるよ。かわいすぎやろ、ほんまによ。バラありがとうございます。え、なにこれ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 、え、これなにこれ、カラーペンチョコって書いてあるんだけど、なにこれ、書いて遊ぶ、何これ。ティーカップありがとうございます。あ、危ない。あ、夢がブリッジ好き。何これ、
チョコマルンかわいい好きこれ。待って多いよ本当に。あこれで全部、あー待って待って、よかった。あーかわいいコーラこれだ、こんなに入れてくれたの、あんたもかわいい。ソルアニはね、いつ夢のこと選んでくれたのみたいな、え、なんで夢のこと選んでくれたのって聞いたら、もうこの企画聞いた時に夢さんにしようって思いましたって言われて、かわいい嬉しいよルア嬉しい。あ、ラブレターありがとうございます。ティーカップもありがとうございます。絵付け以上に帰ってきてた、わかる、かわいい、本当にありがとう、大切に食べますこんなに、こんなに食べ物もらっちゃって嬉しいわ。バラありがとうございます。ちょっと後でお手紙は読む、みんなに内緒。かわいいね。あ、すごいこれ見て、これ2種類どっちもくれたんだ。手作りアポロもあるよ、手作りキノコの山もあるよみたいな、2パターンくれたんだ。バラありがとうございます。何返せばいいんだろう、わかんない。バレンタインこんなにさ、なんか交換とかなら今まであったけど、こんな一方的にいただいたの初めて。芋虫ありがとうございます。何返せばいいかな、どうしよう、か嬉しい、めっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しい、こんな嬉しいんですねどうしよう、何あげよう。嬉しい、今日行ってよかったわかわいい、ありがとうございます。ほんまになんだっけ、もうゼリフだけは嫌やなと思ってたけど、今日行ってよかったわ。バラありがとうございます。嬉しい、こんな私に。でもなんかね、2人だけ、他の子は違ったのに2人だけなんか選んだ理由、なんかいつもお菓子とかくれるからみたいなあれあれ、なんか他にもっとなんか大好きでみたいな、もうなんか加入前から大好きでとかじゃなくて、推しでとかではなくて、ゆめさんよくお菓子くれるからみたいな、全然嬉しいんですけど、嬉しいんだけどねなんか私だけ選ばれた理由違うかな私さ、なんか人にさ食べさせるのめっちゃ好きなんですよね。将来絶対なんか紐なんか私でも分かるの、将来なんか紐3人ぐらい抱えそうだなって思うんだけど、本当に人に食べさせるのめっちゃ好きで、なんか人が食べてるの見るの好きなんですよね。ティーカップありがとうございますだから違うの、本当にね違うの、餌付け、もう餌付けさせようとかじゃなくて、なんか食べてほしくて、なんか自分が好きなもの食べてほしくなっちゃうの、わかるこの気持ち。俺もいくらでも食べるからですね。その場合は そういう場そちらの場合は、まあこれこっちにお金払っていただいてなら、まあ考えるかなやっぱりまあそういう場合はちょっと発生するものも発生しますよね。まあね、
嬉しいわ。よかった、萌とルアがお菓子大好きで、これからたくさんたくさんムチムチにさせよう。バラありがとうございます。有料になるよね。そうですね、ここからは貴族タイムというカットで。嬉しいわ。なんかうちの母も喜んでました。さっき LINE パッて見たら LINE が来てて、姫両手に花でよかったねみたいな LINE が来てて、母切実。でも青にね、配信後にね、ゆめたん来週スタバ行こうねって言われたの。可愛くない？ゆめたん一緒にスタバ行こうって言われた。可愛い。あと2分、ありがとうございます。ごちです。そう、青にやばい、情けない、3つ下にスタバおごってもらう。でもまあいいよね、1万だから。じゃあまた明日配信すると思います。コメント読みます。あ、コメント読みます、何だっけ、ランキング読みます。いきます。13位キムさん、ありがとう。12位カラポヨさん、ありがとう。11位ヒロさん、ありがとう。10位マキアートさん、ありがとう。10位くあれ変わったんだ。クニさん、ありがとう。9位テッチーさん、ありがとう。8位マユさん、ありがとう。7位ヒンジかっこ両手に鼻の人はありがとう、私じゃ。第6位パピプさん、ありがとう。5位ディーヤマさん、ありがとう。4位大関さん、ありがとう。3位まこちゃさん、ありがとう。2位タムヒロさん、ありがとう。そして1位東郷さん、ありがとう。よかった、間に合った。あと何分だ。あ、危なかったね。それじゃあ今日はもう本当にもういい夢見れると思うんで、みんなもおすそ分けしてあげます、私の幸せオーラを。それではおやすみなさい、また明日ね。バラありがとうございます。おやすみなさーい、バイバイ。スクショしといてね。いい紐いい紐募集中です。よく食べる人で。